東北ローディング。こんにちは。今回はここ米沢城跡こと上杉神社から上賀山市の長谷道場までの動画です。慶長5年、直江兼続が率いる上杉軍がここ米沢城を立ち、最上領に侵攻を開始。次々と最上の城を落とし、長谷道場で両軍も退治しました。これが俗に言う東北の関ヶ原の合戦、慶長出羽合戦です。あ、歴史の話は眠くなっちゃいますか？じゃあ、この辺で終わりにしますね。それでは動画をご覧ください。ただいま、上杉神社のお堀の周りを巡回しています。ぐるっと一周回ってから出発しますよ。ちなみにこの動画、今年の5月に撮ったものだそうです。アップするの遅すぎですよね。右に見えるのが旧上杉伯爵邸です。真正面に見えるのは上杉博物館、天国の森です。ぐるっと一周してきました。それでは出発進行。
このまままっすぐ行くと、もともとの国道13号線、宇州街道に合流しますが、ここで左折して、有料道路の米沢南陽道路に向かいます。南陽市まで一気にワープしますよ。Thank you.
間もなく終点です。今回はここまでにしたいと思います。また次回もよろしくお願いしますね。ご視聴ありがとうございました。